死にそう。鎧があれだったね。入りたくない。やられた。ブラッディムーンか。ついてね。完全塩の中行こうとしてるな。危ねえ。超燃えてるんだけど、ね、2本しかない。これダメじゃん。
ゼルダ、あの写真どこで撮ったんだろうな。城の中に入り込もうとして声を見つけたぞ。どこだここ。どこだ。ゼルダの部屋か。勝利落ちが勝利。無心の体験。なんかヒントヒント。この絵の指。日記かな。日録、はい。英傑たちの会合の後、異物調査に向かうも今日の発掘で大きな成果は得られなかった。薬剤が復活を迎えるまでに異物の全てを理解し、迎撃の準備を整えなければならない。占い師の予言が現実になるなら甘い時間は残されていないはずだ。考えを巡らされていると不安ばかり襲ってくる。今夜は相撲、明日お父様の指名で彼が私月の騎士に着任する。神獣はルーダニアの挑戦のためゴロンシティへ。背後にずっと彼の視線を感じ疲労を覚えた。初めて会った時から感じていたけど、彼は本当に無口で何を考えているのかわからない。無口って言われちゃったよ。おかげで余計な想像してしまう。大麻の剣に選ばれた彼は私のことをどう思っているんだろう。ハイラル王家の娘に生まれながら封印の力を使えない私を彼は蔑んでいないだろうか。今日彼にひどいことを言ってしまった。調査の成果が分からず、目いっている時に何度も同行を断った彼が現れ、思わず叫んでしまった。でも私がなぜ怒っているのか分からない様子だった。申し訳ないけれど、そういうところは苛立ちを覚える。今日は日記をどう書いていいのか分からない。自分の気持ちがうまく文章にならない。彼が私を助けてくれた。イーガダンの刃から私を守ってくれた。私は散々彼を邪険してきたのに、自分勝手な苛立ちを彼にぶつけてきたのに、明日今までのことを謝ろうと思う。そして彼とリンクと少し話をしてみよう。リンクと少しずつ話ができるようになってきた。実は彼は、剣胆から何でも美味しく食べるそうだ。ほう。思い切ってなぜか
なぜ普段は無口なのかを尋ねると、リンクは言いにくそうにしていたが答えてくれた。何かと他人に注目される彼は常に模範タレットを意識し、やがて感情を表に出せなくなったという。ほうほう、なんつーの常に誰かの見本になるというのを意識してたから。私は彼は才能に恵まれ、苦悩とは縁がない人だと思い込んでいたが、そんなことはなかったのだ。どんな人にも他人からは見えない悩みがある。私は自分精一杯、そんなこともわからなかった。もっとリンクを話をして、もっと思いを聞きたい。そして私の悩みを彼に打ち明けられたらと思う。お父さんにもう異物研究に関わるなと厳命された。不意の力を得るために修行に専念しようと。悔しくて情けなくて言葉が出なかった。幼い頃からずっと私がやってきたのに。修行を始める前年、お母様が急逝した。私は母と父を同時に失ってしまった。お母様は笑顔で言ってくれた。大丈夫ゼルダ、あなたはすぐにできるようになると。でも私はできなかった。何でやってもいつまで経っても不意の力を宿しているはずなのに。明日はリンクと力の泉に修行に赴く予定だ。でもまた徒労に終わるんだろう、きっと。昨晩夢見た闇に覆われた場所で光り包まれた一人の女性が私を見つめていた。彼女は人ではない。私はそう直感した。精霊か女神かよくわからないが、とても美しかった。彼女の唇は動いていたが、声は届かなかった。聖なる力を持っていれば聞くことができたのか、それともあれは私の悩みが生み出したただの夢か。答えは時期いやおうなしに出るはずだ。今日私は17歳になった。知恵の泉での修行が許され控えたのだ。リンクが迎えに来たらラネーさんに出立する。他の英傑たちは麓まで同行してくれるそうだ。あれ以来お父様とは顔を合わせてないが、まだ気まずい。ここへ戻った時に会いに行こう。実はあの夢を見てから感じていることがある。無才の姫のことなど誰も信じやしないだろうが、私は今途方のなく強い胸騒ぎを覚えている。封印の力は目覚められないんじゃないかっていう感じの。ヒントヒント、なんかヒントくれ。ここだったらなんか得られるんじゃないかなと思ったんだけど。じゃないのか。ここじゃないみたいだ。もう怪しいと感じたやつ全部調べたくなる。展望台、城の周りにあるってこと。中心部の周りにあるやつ。どこの回廊だ。一番怪しそうなのは城の西側。あれか。頑張れ。よし、まだガノンと戦うには早い。記憶を全部思い出してからだ。やっと見つけた気がする。ここじゃないのか。
やったー、ようやく見つけた。うわ、めっちゃ変わり果てて、もう何のかっちゃわからん。ああ。よかった、やっと見つけた。何を思い出すんだろうな、ここで。城の中での出来事だろうな。ああ、死ぬ、もう死ぬ。キャプチャー止まらないでよかったぜ。シーカー族がいる。ガーディアンもようやく動かせるところまでこぎつけました。この調子でガーディアンや神獣への理解を深めていけば、たとえ厄災ガノンが復活しても対抗する力は得られるはずです。ここで何をしておるのだ。ハイラル王、ガーディアンの実験を見ていました。悔しそうに握り拳を。完全に把握すれば厄災への対応も。確かに古代遺物の研究はハイラルにとって極めて重要だ。だがこの国の姫であるお前がなすべきことは他にあるはず。いつまでそうして己の役目から逃げ続けておるのだ。逃げてはいません。先日も勇気の泉に赴き沐浴し祈りを捧げ、異物に関わるのをやめ全ての時間を修行に注げと言うておる。厄災封印の力を身に宿す術がそれ以外にあるのか。これ言ってる方もきついよな。でも努力しているつもりです。はい、言ってるハイラル王もきついよな。どうしても無理やり異物の研究をやめさせろっていう言ってるからな。自分の好きな。私にもできること。言い訳は聞きとうない。王として命令する。今後一切異物に関与することは許さん。泉での修行に専念せよ。分かってやれよ。口さがない王宮の者たちに。分かってやれよ。王様もこういうことを言うのは辛いんだ。かわしていよ。出来損ないの姫。席を果たせぬ無才の姫。無才の姫。日記にそういう書かれてあったな。そうではないという証を立てるのだ。良いな。はい、お父様。これで全部思い出した。12枚の杖の場所を全て見つけた。ブー、死ぬ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 。え、ここ研究室だったん。あ、姫静香。また読むの。ごめん。ちょっとトイレ。さて、やっていきますか。シーカー族のインパを陰剣。私は今日から本格的に異物の研究に関わる。やめろって言ったのに。インパからプラとロベリーを紹介された。共にインパ同様シーカー族とのこと。明日は彼らと発掘調査に赴く予定。誘導石を操作するための異物発見が急務だ。遺跡を誘導石操作用と回り、石状の異物が出土した。両手で持つサイズのそれは長方形の物体で、全面に古代シーカー族の文様が確認できる。シーカーストーンだな。素材は不明だが、おそらく各地に点在する他らと同じ物質で作られていると推察している。インパの進言により私が扱うことになった。これが研究の進展につながれば良いのだが。発見された石板状の異物をシーカーストーンと呼称することになった。あ、あんたがシーカーストーンで呼んだか。あんたって言うなや。姫って言えや。出土した記録の中にはこの異物の名を示す資料を発見されず、プラの名案が採択された。
シーカー族の作った石状の遺物だからシーカーストーン。少し安直な気もする。別にいいでしょ。シーカーストーンの機能を一部回復できた。この石板は、写しを作成できることが判明。通常の写しのように人間の書き手を必要とせず、対象物はありのままの姿を写せる。今さらながら、古代シーカー族の技術の高さに驚かされる。シーカーストーンは誘導石を操作するための機能も有していると推測される。研究急ごう。英傑による真珠の操作訓練を行った。意外と言うと失礼だが、ミファーがそつなくこなし、ダルケルが最初少しだけ苦戦していた。ウロボザもリーオバルも、真珠との相性はいいようだ。薬剤に対抗できる巧妙が見えてきた。ロベリーが発掘したガーディアンを次々に稼働状態まで持っていってくれる。だがガーディアンは全て発見されたわけではない。記録によればさらに多くの数は修理があるという。そしてそれらハイラル城の近くに眠る、5本の巨大柱に格納されているらしいが、ほう。城の地下をいくら捜索しても柱は発見できない。おそらく相当深い位置に埋まっているのだろう。その柱は薬剤ガンの出現を感知して出現する仕組みになっているのだろうか。ハイラルの各地で無数に発見されている遺物、あの中に入るための研究が行き詰まっている。記録によれば、あれは薬剤を打ち倒す勇者のために作られた施設なんだが、肝心の起動方法が不明だ。シーカーストーンが既存の鍵なのではというプランの推測に私も賛成したが、反応は全くない。薬剤に対抗できる手当ては全て万全を期しておきたい。諦めるわけにいかないのだ。以前発見された海星の祠についてプラと話をした。やはりあの祠が治癒能力を備えた医療施設であることは間違いないようだ。海星の祠か。また治療を行いながら超長期にあたる睡眠を継続させられる機能を備わっている。やばいな、それ。海星の祠。1何年前の薬剤戦ではあの異物の治療が必要なほどの重症者が出たのだろうか。それに私たちはあれを完全な状態で稼働するところまで調整できていないことにも不安が残る。もし薬剤ガノンが復活しても海水の祠を使うような戦いにならないことを祈るばかりだ。いや、使ってんじゃないですか、俺に。すんげえ研究熱心だな、ゼルダ。今更ながら研究、異物の研究をしてるとは言ってたけど、ここか。あめあめ。あ、こっから見てのこれか。どうせだったら研究室そのを見せてくれよ。それともあれか、ああいう構図なのは、この研究室の場所を知られ、お父さんとかに知られたくなかったからか。はい、何はともあれ、これで全ての写しの記憶を思い出すことができた。